ゴイエアキは中華人民共和国の元フィギュアスケート選手。2008年中国選手権優勝。1985年6月23日、ハルビン市で生まれる。4歳の頃にスケートを始めた。2000から2001シーズンより3期 ISU ジュニアグランプリに参戦し、2度の世界ジュニア選手権に出場した。2005から2006シーズンからは、 ISU グランプリシリーズに参戦。2006から2007シーズンは4大陸選手権で6位入賞を果たし世界選手権にも出場した。2009から2010シーズンの4大陸選手権ではショートプログラムフリースケーティングのパーソナルベストを更新した。2011から2012シーズン終了後に引退を発表。引退後はコーチとしてスケートに携わっていく。 http://sports.cina.com <ポー> cn.o 2012年6月3日110億4608万5354 shtml 全国影かつけ量十大上官至る大佳強中国では全国選手権として複数の大会が行われているここでは国内順位として国際スケート連盟に報告された大会の結果を 記載している。08から09シーズンは、複数の大会結果を総合してつけられた、国内順位が報告されたため、総合順位をつける際に、最も比重の高かった大会の結果を記載している。バンクーバーオリンピック最終予選、国際スケート連盟主催、ABC インタープリティブフリー、ありがとうございます。